はい、じゃあ8時になりましたのでそろそろ始めたいと思います。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。本日は、はい、どうもこんばんは。本日はクラブアズール無料オンラインセミナーにご参加いただいてありがとうございます。本日はね、メキシコのソコロということで、オンラインセミナー進めていきたいと思うんですけれども、まず参加にあたってのご注意ということで、マイクの設定なんですけれども、今皆様ミュートになっているかと思いますので、この状態を維持したまんまにしていただければと思います。またこちらのセミナーの方が、後日ですね、YouTube やうちのホームページの方で、アップさせていただくことになりますので、顔出し NG の方はビデオは、とりあえずオフにしておいていただければと思います。で、途中で皆様ご質問だったりとかご意見ありましたら、チャットの方で、どんどん入れていただければ、当社のスタッフなりが、お答えさせていただきますし、後ほど質問タイムの方も、設けておりますので、そちらの方で、回答させていただければと思っております。はい、では早速始めたいと思うんですけれども、本日のスペシャルゲスト2名ご紹介させていただきます。もうおなじみになってきましたが、バレンティーナのダイビングガイドの赤川静子さんです。よろしくお願いします。そうです、たびたびです。よろしくお願いします。はい、お願いします。あれ、今静子さんはどこにいらっしゃるんでしたっけ？はい、私はですね、今渡嘉敷、沖縄のね、渡嘉敷島っていうところでちょっとね、お仕事をさせていただいております。勉強中です。勉強中で、日本を勉強中ということですね。勉強中です。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、もう一方、ね、朝なんで起きてくるかハラハラしましたけれども、ラパスのダイビングショップファンバハのチャベロさんです。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。はい、朝早い時間にありがとうございます。今そっちは何時ですか？今こっちは5時です。朝の5時。はい、早いですね。もうすごい早いんですけど、まあ、でも頑張ります。ね、もう目覚めた、はい、目覚めた。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。皆さんね、チャベロと聞いていただいている方々もチャベロとね、面識ある方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ懐かしい顔だと思うんで、しっかり拝んでっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速始めたいと思うんですけれども、まずはですね、ソコロの海の凄さがわかる動画の方を用意しておりますので、40秒ほどの動画をご覧ください。いいなぁ、懐かしいなぁねぇ、すごいね、いっぱい。はい、まあ、ザ・大物といった感じの、イルカとかマンタとかいっぱい出てきましたけれども、ソコロ諸島の方は、まあ、世界遺産に、登録されていて、まあ、とにかくもうすごい感じにはなっております。で、今日、ね、チャベロさんもしずこの方も、まあ、ソコロの方はかなり詳しいと思いますので、じっくりいろいろお話聞きたいと思います。はい、でまずソコロ諸島なんですけれども、正式名称ちょっと下回らないんですけれども、レビジャヒヘド諸島って言います。レビジャヒヘド諸島と言います。で、地図のようにですね、まずはソコロ島と、サン・ベネディクト島と、ロカ・パルディーダ島と、クラリオン島、この4つの、火山島を、ま、総称して、レビジャ・ヒヘド諸島ということになっております。で、私たちソコロ諸島、ここを全部まとめてソコロ諸島と、まあ、呼びやすいような形で呼んでるんですけれども、正式名称は一応レビジャ・ヒヘド諸島という形になっております。で、ご覧いただいている通り、この
玄関港となるカボサンルーカスっていうところからはだいぶ離れてまして、大体約400キロですねの距離があります。船でもちろん行くんですけれども時間にしたら約30時間強、かかる距離に、絶海の孤島という形になっております。でその分やっぱり海の方は、手つかずの、海が残っているという、ことになっております。はい。で、そちらのソコロ諸島を、形成する4つの島なんですけれども、簡単に、特徴みたいなものをご説明したいと思います。まず、このソコロ諸島は、2016年に世界自然遺産に登録されております。ソコロ島の方は、メキシコ海軍基地の、があって、唯一の居住島という形になっておりますね。で次がサンベネディクト島、こちら20世紀半ばにも、大噴火があった島ということで、それが噴火があったような感じが残っている島ですね。でロカパルティだと、こちら島の名前の意味が、割れた岩という、意味になってまして、大物ポイントになっております。で最後のクラリオン島なんですけれども、こちらの方は、ソコロ島の方からさらに、24時間ぐらいですね、船走らせたところにありますので、クルーズでは行かない島という形になっております。で、ただ、このソコロ諸島、レビジャヒヘド諸島の方を、形成する一つになってまして、この島の名前がついたですねクラリオンエンジェルフィッシュ右下の写真になるんですけれども、この固有種が、いまして、この固有種ソコロ島とかサンベネディクトとかの方でも、よく見られる魚という形になっております。はい。で、こちらの4島からなるソコロ島な、ソコロなんですけれども、大きな特徴が5つありますね。まずはサメの巣窟、はい、サメがいっぱいですね。でハンマーリバー、イルカ、マンタがフレンドリー、圧倒的な魚影の濃さと、最後がザトウクジラと、ランデブーということで、行く3つの島と合わせて、ご説明していきたいと思います。はい。まずは、サメということで、サメがね、いっぱい見れるんですけれども、ソコロクルーズで、見られるサメは7種類います。まずはジンベエザメ、タイガーシャーク、シルバーチップシャーク、シルキーシャーク、ハンマーヘッドシャークと、ガラパゴスシャーク、ホワイトチップリーフシャーク、という7種類の、サメが見られます。かなりね、たくさんのサメが見れると思うんですけれども、静子さん、この中でよく見られるサメとか、レアなサメっていうのはいますか？一番どこでもよく見れるのは、シルバーチップとか、はい、あと眠り深とかは本当にいろんなところでよく見れるんですけど、あとはね、ガラパゴスとかも、ガラパゴスシャークとかも、そのソコロの方でも見るチャンスもあるし、あとはロカパルティーダとか、あとはサンベネディクトの方とかでもあります。あとは、ここの7つに載ってないんですけど、ダスキーシャーク、日本語で言うとドタブカとかも結構いろんな、特にサンベネディクトとかで結構見ることができて、ガラパゴスぐらい大きいんですよ。で、あとは最近になって、ブラックチップがいるっていうことに気がついて、ブラックチップリーフシャークではなくて、日本語で言うとカマストガリザメの方の、ブラックチップとかもサンベネディクト のサメがすごいよく集まるクリーニングステーションがあるんですけど、そのあたりとか結構、はい、あれダスキーかな、違うなみたいな感じでよくよく調べて、あれブラックチップだったねみたいなことも最近結構ありました。でもサメは、クルーズ中かなりいっぱい見られちゃうっていうことですね。あ、いっぱい見られます。ありがとうございます。はい、次が、こちらシルキーシャークの群れですね。これもかなり、すごい写真なんですけれども、チャベロさん、このシルキーシャークとかは、水深何メートルぐらいのところで見ることができますか？もうこれは、どこでも、基本的には、マグロの群れが見えるとき、いつも、何匹このシルキーシャークがその群れをついていくんですね。はい。で、あとシュノーケリングやるとき、みんなバタバタバタしたら、その音で
たくさん出てくる、突然どっかから出てくる、うん、で突然1匹だけ行って、でその後、まあ5分後もう20匹か30匹ぐらいいる、すぐ急にいっぱいで、いっぱいいっぱい出てくるっていう感じですね。いっぱい出てくる。だからもう水面からもう20メーターとかまで、25メーターぐらい、ハンマーも探すときとか出てくる、うん、はい、ありがとうございます。はい、チャベロさん的に、あのぜひソコロクルーズ行ったらこのサメ見てほしいなっていうサメはいたりしますか？え、今聞こえない。サメ、フェイバリットシャークだよ。フェイバリットシャークいますか？ハンマーだな。ハンマーかな、やっぱり。ハンマー、一番綺麗。サンベネディクト。はい。サンベネディクト、ケニオンで、そこに見えるのハンマーは結構大きい。大きい。ロッカパルティーダも群れが見えるんだけど、そっちの方がちょっと深いし、まあでも、まあそっちの群れも結構すごい。アシカも結構かわいい。アシカはいないでしょ。あ、ごめん。アシカラパス、ラパスですからね。ラパスじゃないから。アシカは食べられちゃうんでいないですかね。はい。じゃあまあ、ハンマーの群れがおすすめっていうとこですね。アシカちゃんってことですね、チャベロは。ありがとうございます。はい。次が、これ、ソコロ島っていうところで見られる、イルカの群れですね。はい。このイルカは何の種類になりますかね、静子さん。バンドウですね、バンドウちゃん。バンドウイルカ。はい。はい。これバンドウイルカ以外、まあバンドウイルカの群れ見れて、他の種類のイルカとかも見れたりするんですか？基本的には海の中ではほとんど見ることないですね。行きとか帰りとかに会うことがあるのと、あとはイルカっていうか、オキゴンドウとかにね、たまに出くわすチャンスがあって、特にキャニオンとかにいると本当に母船の横とかまでわーって来るんですよ。で、うん、もうボートの上から声が聞こえるぐらいすんごい高い音でキキキっつって、すごいですね。近くまで寄ってきたりとかすると、もうボートの横にポチャンってスノーケルで入ったりとか、そういうチャンスありますね。はい、ありがとうございます。で、ソコロのイルカなんですけれども、他の海とはちょっとまた違って、他の海で、まあ、出会えるイルカたちよりもうもとってもとってもフレンドリーなイルカたちって聞いてるんですけれども、イルカやっぱ見れる時はこうね、他の海だと一瞬こう横切るとかっていう感じだと思うんですけれども、結構長い時間横とかを一緒に泳いでくれる感じで見れますか、静子さん。結構遊んでくれますね。で、これもなんかちょっとダイブサイトによってそのイルカの雰囲気もちょっと違くて、その何を目的にそこに来てるかによって違うらしいんですけど、例えばそうサンベネディクトの方とかで見ると、こうハンティングとかしに来てる子とかが多いんですよ。で、お母さんが子供にこう教えてたりとかして、でこう一緒にこう魚をかけてるんですけど、こうダイバーとかが近くにいると赤ちゃんなんで、やっぱりすぐ集中力が切れて、こうダイバーの泡とかのにこうポーって寄ってって、こうダイバーの吹いた泡とかをこう頭でポッポンとか言って割り出したりとか、うん、で逆にソコロとかに行くと、本当に多分皆さんが見たことがあるすごいよく遊んでくれるイルカとかの映像を見たことがある人は、おそらくソコロ島の方で出くわしてるんじゃないかなと思います。もう本当にこのぐらいの距離まで来て、こうここ触ってよみたいな、ここ触ってみたいな感じで、本当にグイグイもうわわわってなるぐらい寄ってきますね。なんかダイバーとこう縦で一緒に泳いでくれるイルカとかもいるんですよね。あ、そう、あれはですね、すごいイルカ本当に可愛いんですけども、一緒に乗船されて、私のブリーフィング聞いた方も、もうね、聞いたことあると思うんですけど、悪魔っていう風に呼ばれてるんですよデビルちゃんと呼ばれてまして、なんでかっていうと、こうダイバーの皆さんの前までわざわざ行って、でそこでこうわっとこうわーってこうやってハローみたいな感じでスンって止まるんですよ。でそのままこうスーッとスーッと落ちていくんですよ。でダイバーの方もカメラとか持ってたりとか、もう虜になってますから、そのままさーっとこう2人でってどんどん落ちていく、もう奈落の底まで連れてかれちゃうからもうこちらとしては本当にあーっつってデビルですね、それは。ピピ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 ピコンピューターが鳴って気づくっていう感じなんですね。もうインストラクター泣かせなんですよ。はい、でそこは
気をつけてちゃんと言っとかなきゃダメですね。危ないんで。はい。ありがとうございます。あと、ソコロ島の方なんですけれども、ちょうど左上のこちら写真になるんですけれども、世界遺産に登録された時の石碑ですね。これもね、あの写真お客様の見せていただくと、だいたいこれ撮ってる感じの方多いと思うんですけれども、だいたい皆さんここで記念写真みたいなの撮っていく感じですかね、静子さん。そうですね、皆さんあの撮っていきます。ただあのここちょっとなんか流れが当たるところなのでちょっとうーってなりながらなんですけど、あとあのハリケーンが来まして、あの今この写真だと多分ちゃんとこうなってるんですけど、今ちょっとこういう感じですね。ちょっと横向いちゃってる感じになってる、こういう感じなんですけど、こうやって撮れるので大丈夫です。はい、ありがとうございます。ソコロ島の方で、よく見られる魚、ここにもね、いくつか魚乗ってるんですけれども、さっき、お話ししたクラリオンエンジェルフィッシュの方もソコロ島で結構見れるって聞いてるんですけれども、どうでしょう？ここもう本当に本当にたくさん見れて、どこに行っても大体いるんですけど、ここのはなんかあの クリーニングステーションがたくさんあって、でマンタもたくさんいるんですよ。で、マンタがこうクリーニングステーションまで来ると、そのクラリオエンジェルフィッシュがこうそこにピピピピと集まってきて、みんなで一生懸命チッ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 ってこうクリーニングをするんですよ。でそのマンタがスーッといなくなると一生懸命追っかけるんですよ。でそうするとこう、うん、クラリオンエンジェルフィッシュトレインみたいな感じでこうチッ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 って列になって連なってね、はい、一回数えたら23匹いました。お、多いですね。そうなんですね、まあ、そこら辺の固有種も見れるっていうソコロ島はですね、はい、ありがとうございます。次が、サンベネディクト島ですね。この写真のようにね、かなり特徴的な山肌してるんですけれども、さっきご説明した通り、火山が噴火した、大爆発した島っていうことで、この山肌は、火山噴火の影響でこうなってる感じですかね、静子さん。そうですね、なんかこう、ここってドローンを飛ばすことができるんですけど、あの上からとか撮ると本当にすごいです。あのクレーターみたいになってて、で場所によってはこう火山流がこうザーッと流れていった、その流れてこのままの形でもう固まったみたいな、うん、私たちはこうフィンガーって呼んでるんですけど、こういう風になってる場所とかもあって、本当にこの景色だけですごいですね。やっぱソコロっていうとこういった感じの写真が出ることも多いので、まあ、皆さんぜひ行ったらね、こういったのを撮っていただければと思うんですけれども、このサンベネディクト島なんですけれども、よく見られるのはこのマンタですね、ジャイアントマンタ、オニートマキエイということで、このサンベネディクト島の方には、まあ、岩クリーニングステーションとなる岩がまあ点在していて、そうですね、大きさでいうと6メートル以上の、まあ、ジャイアントマンタが、まあ、複数枚、見られることが、まあ、多々あるという感じなんですけれども、チャベロさん、ここのマンタももう超フレンドリーっていう感じで遊んでくれるっていうことなんですけれども、どんな感じでマンタはこう一緒に遊んだりしますか？まあ、このマンタはね、入ってすぐ出てくるんですね。これはだいたい 100% ぐらい見える。100%。そう。で、いつもダイバーを追いかけてるし、まあ、たまに無視するんだけど。まあ、でも、ほとんどダイバーいるところに来て、で、たまに6匹、7匹、10匹ぐらいダイバーの周りにいるんですね。で、ちょうどトリップが始まるとき、チェックダイブの時いっぱい出てくるから、みんなワンダイブワンカードぐらいで写真撮りすぎで使うのね。でも3本目からみんなもういいよマンタって言うんですけど、それぐらいまでこれいっぱい遊んでくれる、すごい近く触れるぐらい、うん、近くまで来る。もちろん触っちゃダメなんだけど、うん、まあでもすごく近く、ここまでぐらい来る。泡好きみたいな感じぐらい、うん、あ、ダイバーの吐く泡が好きで、そう、寄ってきてくれると。そう、寄ってきてくれる。で、一回逃げて、また戻ってくる。うん。そう、泡、何？漢字のために？じゃあ、ブクブク出してた方が結構来てくれたりすると。そう。まあ、でも、バーってマウスピースの外してバーって泡出したらダメなんだけど、うん、普通のなんか軽いなちっちゃい泡出したらすごく好きみたいになって、はい、
じゃあぜひ皆さんそれをこうまい感じでやってマンタと遊んでいただければと思います。はい。であとこちらの方でブラックマンタも、見れるということで、このブラックとジャイアンと一緒に見れたりっていうこともありますか、しずこさん。はい、もう基本的には全然どっちもどっちの方が見れるっていうのがちょっと難しいですね。普通の柄の方をシェブロンっていう風に呼んでるんですけど、シェブロンマンタの方も見れるし、ブラックも普通に見れるし、同時に見れることもあるし、全然多分1回のトリップで何度も何度も見ることができるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあやっぱここのマンタは最初みんなすごい驚いてすごい見てくれるけど、後々ちょっと飽き飽きしちゃうみたいな感じなぐらい見れちゃうっていうことですね。まあ贅沢な悩みですけど、はい、ありがとうございます。はい、これまたね、いろんなマンタの写真載ってますけど、まあ、とにかく、マンタがいっぱい見れる、サンベネディクト島ということで、まあ、ソコロクルーズの、まあ、ジャイアントマンタメインになる、生物の一つだとは思いますので、いっぱい、ね、いい写真撮ってきていただければと思います。はい、はい。次が、ハンマーヘッドの群れですね。これもサンベネディクトの方で見れるっていうことで、かなりね、大迫力な感じなんですけれども、さっきね、チャベロさんの方も、ぜひハンマーヘッド見てくれっていう、好きなサメっていうことだったんですけれども、これはかなりの確率で見れますかね、チャベロさん。そう、これはもう 100% 見えるんですね。みんな一般みたいに毎回見えるんですよ。うん、毎回もう、チェックダイブの時もう1匹とか2匹とか群れがもう出てくる。チェックダイブの時チェックダイブで出てくる。はい、はい、もう 何十匹か100匹ぐらいかディーバーまでぐらい見える。見えます。ロカパルティダみたいな。はい、じゃあもうほぼ 100% の確率で見れるハンマーヘッドということで、まあぜひ皆さんね、まあ期待してほしい。ドキドキしちゃいます。ドキドキしちゃいますね。現地のガイドさんがね。そうですね。このハンマーヘッドは水深とかっていうのはどのぐらいで見れますか、チャベロさん。これはもう15m から25m ぐらい、もう 30m までもいけるんだけど、はい、大体 20m からもう完璧に見えるんですね。見れる、はい、はい。またあれですかね、この一匹一匹の大きさもちょっと大きかったりしますか。そうですね、小さいのハンマーもいるけど、はい、まあ、場所によるけどね、サンベネディクトと、カボピースのハンマーも結構大きい。大きい。ロカパルティダの方がなんかちっちゃいもいっぱいいるけど。はい。じゃあちょっと場所によって、まあ、いろんな個体が見れるっていう感じですね。はい。そうです。はい、ありがとうございます。はい。次、ロカパルティダ島ということで、ね、名前の由来の通り割れた岩っていう、まあ、意味なんですけれども、このポイントは、どういったポイントになりますでしょうか、しずこさん。はい、ですね、島っていうふうに言ってるんですけども、もはや岩ですね。岩、はい、さーっと海があって、そこにポンとこう大きな岩がトンってあるだけの場所になりまして、そうですね、ここ一番なんていうんですかね、コンディションが影響しやすい場所になりますので、1回のトリップ6日間潜る日がある中で一番コンディションのいい日を選んでいくように毎回しています。でエントリーする流れとしては、さっきのこの前の写真、ちょっと前の写真1個出ますか。この見えてるちょうど裏側が東側なんですけど、そこが一番入りやすい場所なんですよ。なんでそこからエントリーをしていって、まあ、どっち側に行くかなみたいな感じでこう様子を見ながらぐるぐる回っていくような形でやっていくんですけど、ちょうどこの写真の、この岩の両サイド、北側、左側が北側で 右側が南側なんですけど、そのエッジの部分にこういろんな魚がわーっと溜まったりとかするので、そこを狙ってこう探しに行ったりとかしていきます。まあ、安全、
中性浮力はここはマストになります。下がもうストーンと60メートルぐらいまで抜けてるので、あの必ず自分で中性浮力が取れるようにしていただければ問題ないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、でここで、よく見られる、サメなんですけれども、ホワイトチップリーフシャークですね。はい、かなりこんな感じで常に密なんですって書いてますけれども、こんな感じでいつも群れてるんですかね。そうです、なんかフランスパンみたいにこうプズプズプズ刺さってるみたいになってるんです、はいね、そうですよね。かなり近くでね撮影できてるかと思うんですけれども、はい、この危ないとかそういったことは特にないですか？全然危なくないです。た、むしろここに来てる子たちってこう体の小さいまだ子供とか、あとお腹にたくさん子供がいるママとかがここで体を休めに来てることが多いんですね。なんでこういうすごい大きいストロボとかですごい目の前にいてバシャ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 とかってやってしまうと起こしてしまってかわいそうなので、静かにこうパシャパシャと撮ってもらえると非常に嬉しいです。はい、ありがとうございます。でこのロカパルティーダなんですけれども、先ほどね大物ポイントということでご説明させていただいたんですけれども、もう魚影もねかなり半端ないぐらい魚影が濃いっていうことで、左上この写真だと左上が、カスミアジの群れになるかと思うんですけれども、はい、シャベロさん、カスミアジの群れでよかったですかね。これはすごいですね。カスミアジ、カスミアジ初めて来た。日本語で。まあ、でも、すごい群れてる。すごい群れてるんですね、これ。ロカパルティーダの方がよく群れてる。ロカパルティーダとサンベネディクト、だいたい水面から、25メーターまでぐらいの群れ。なんか、こういう形、うん、なんか壁じゃなくて、なんか上から下のディーバみたいな。形ぐらいするんですね。はい、こんな群れてるんですね。ちなみに左下のこの群れはカツオですかね。はい、そうです、カツオ。カツオももう視界を埋め尽くすぐらい群れてる感じ。カツオもすごい、結構また、うん、サンベネディクトとロッカパルティはまたすごいよね、それカツオの群れ。はい、探しながらたまに多すぎるでハンマー見つからないんですね。うん、そう、あと多すぎるでみんなそのカツオの写真撮りながら、左はカツオの群れがいて、で右にはハンマーの群れがいて、ガイドがちゃんとが、ああこっちこっちだよって言ってハンマーを見せて、後ろ見たらみんなカツオの写真を撮ってるんです。それぐらいまで。それぐらいっていう感じなんですね。はい、まあじゃあもうね、左右上下とこういろいろキョロキョロしなきゃいけない感じっていうロカパルティーダっていう感じですね。はい、ありがとうございます。はい、であとこのロカパルティーダなんですけれども、もう最後の最後まで気が抜けないポイントということで、もう、安全停止してる時とかも結構いろいろ見られることがあるって聞いてるんですけど、静子さんどうでしょう。はい、そうですね。このカマスアールとかは、まあ、しょっちゅういますね。あと、モブラとかも、ラパスのエリアで見える小さいのじゃなくて、もうちょっと大きいサイズの種類のモブラとか、結構5枚ぐらいでピピピピピって通ったりとか、あとは本当にジンベエとかも突然出たりするので、これロカパルティーダに限らずなんですけど、最後の最後、顔上げるまで、カメラのこう、はこうしまわない方がいいと思います。もう最後まで、まあ、じゃあもう取れる準備万端っていう形でいていただくのがいいっていう感じですね。はい、顔を上げるので。はい、ありがとうございます。はい。で、ソコロの海の特徴の、まあ、最後の説明になるんですけれども、ザトウクジラになりますね。なかなか、まあ、こんな感じで水中で見るっていうのは難しいかもしれないんですけれども、まあ、運が良ければこういった形で見れて、親子クジラですね、っていうのも見ることができます。はい、でちょっと動画の方を用意しておりますので、ご覧ください。ここのザトウクジラって大きさはどんぐらいになりますか、静子さん。だいたい12とかから大きくて16ぐらいだと思いますね。で親子がいるのをよく見かけます。で
実際海の中から見るのはかなりねハードルが高いんですけど、うんうん、ボートの上からは結構よく見まして、近年あの数年前まではもうなんか全然気配がなかったんですよ。もうなんかあのシャチにね子供をあの襲われたらしくて、そこから泣くのをしばらくねやめてしまってたそうなんですよ。ただ で去年一昨年かなとかもう全く声とか聞けなかったんですけど、今年去年の終わりぐらいから今年とかは結構あっちこっちもソコロとか、あともロカパルティーダもそうだし、サンベネディクトもそうだし、いろんなところでこう声を聞くことができて、うん、で頻度がどんどん上がってて、あこのまま行ったらそろそろ見れるのかなっていうタイミングでコロナが来てしまったんですけど、そうですね、また多分戻ってきてね、じゃないかなと思います。はい、まあ戦場ではいっぱいねブローだったり、ブリーチングだったりとかいっぱい見れると思うので、まあそういった船の上でも、まあ、シャッターチャンス逃さずにというところだとは思うんですけれども、うん、はい、ありがとうございます。はい、ではここで一回質疑応答という形にしたいんですけれども、ちょっとねよくある質問っていうのをこちらの方で、事前にいろいろちょっとお話ししたいなと思いまして、まず気温と水温なんですけれども、気温は、11月から1月の間は25から27、2月から5月は、23から25、水温の方が、11月から1月、23から25度、2月から5月は21から23度ということで、やっぱ冷たいですね、海の方はね。はい、でウェットスーツは、5ミリから7ミリ、プラス、フードベストなどが必要になってくるかと思います。あのお客様とかは船上では、どういった服装をされてますかね、静子さん。実際もうダイビング終わってシャワーも浴びて完全にドライにしてしまえば、結構短パンと T シャツとかで全然あのボートの上とかは問題なく過ごしてもらえると思います。ただ上がってすぐとかが結構寒いのと、あと結構ね曇ってる日とか風が強い日が多いんですよ。なんであのウィンドブレーカーとかそういうのが1枚あると結構楽に過ごしてもらえるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。あとベストシーズンなんですけれども、まあ、そころ自体は、11月から5月限定という形なんですけれども、ベストシーズンっていうのはありますかね。難しいですね、ベストシーズン。あのそう1年通あこのシーズン通してあのこの下にいろいろねあのジンベエのシーズンとかいろいろ出てるんですけど、これもなんか多分年によって変わったりもするのと、でハンマーとかまあひとしきりだいたいシーズン中見ることができるのと、でジンベエとかもあれなんか今の時期出そうなのに出なかったなと思ったら2ヶ月遅れぐらいに出たりとか、水温とかで言うとシーズンの頭の11月ぐらいの方が暖かくて、で後半その5月に終了するその見かけてどん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 下がっていくので、あんまり冷たいのが苦手な人とかは暖かいそのシーズンスタートの方がいいかもしれないですし、そのどのシーズンに来てもらっても楽しんでもらえると思います。マンタとかも基本にいつでも見れるので。はい、じゃあ11月から5月ずっとハイシーズンということで。はい、チャベロ 100% ハンマーを見つけてくれます。はい、ありがとうございます。あとソコロの方での、特別なルールなんですけれども、何かソコロに限ってということで、ルールありますか、静子さん。これもね毎年毎年、変わってたりもするんですけど、ライト、手持ちのライトは基本的に禁止なんですよ。ライト持ってこうやって岩の中覗いたりとかそういうのは禁止なんですが、あのカメラに直接こうくっついてるライトに関しては OK です。で、ナイフもこれぐらいの小さいナイフもすでに機材とかに取り付けてあるようなものは大丈夫なんですけど、こう足とかにこうつけてるような乱暴ナイフみたいなもう本当に大きいやつとかは、禁止で、グローブは前まで完全に禁止だったんですが、最近は禁止ではないんだけどできるだけつけないで来てもらえると嬉しいですっていうような感じになりました。で、あとは、基本ハンティングはすべて禁止になります。あの釣りとかも全部ダメです。たまにあの釣り竿を持ってきて間に釣って刺身作りたいんだけどみたいな言う方もいらっしゃるんですけど、一応国立公園ですし、あの世界遺産ですので、あの厳重に守られているので、その辺に関しては一応禁止になっています。で、はい、
皆さんに多分すごい直接的に関係してくるのが、そのダイブサイトに何隻ボートがいるかによって潜れる本数が変わってくるんですよ。例えばボートが、2隻までだったら4本潜れるんだけど、これが3隻以上に増えてくるとその日は3本までしか潜れませんよとか。で、例えばロカパルティーダみたいにもう狭い小さいダイブサイトの場合にそこにたくさんボートが集まってしまった場合、たまに6隻とか集まる時もあるんですよ。そういう時はこう時間を短縮してお互いこう連絡を取ってボート同士で、じゃあ自分たちは何時何時何時で行きます、何時何時で行きますみたいな感じでこうスケジュールをその日に組んでいくので、到着してみないとその日のスケジュールが分からなかったりすることがかなり多いので、結構フレキシブルにちょっと予定を組まなきゃいけない、動かなきゃいけないのかなっていうのはちょっと思ってていただけるとありがたいです。はい、ありがとうございます。じゃあそこら辺はお客様にもちょっと覚悟していただいてというところでお願いできれば。私たちも聞いてみないとわからないので。そうですね、まあ環境を守るためにいっぱい、まあ、一気にダイバーそこに入れないようにっていう協定みたいな形ですからね。はい、お願いいたします。ちなみにカレントフックとかは必要ですか？カレントフックに関しては持ってるなら持ってきてもいいし、持ってないならわざわざ買わなくてもいいっていう感じです。我々も使ってないですし、たまにすごく本当に流れが強い時とかにこう岩場とかにこうさって隠れて寝待ちみたいにしたりすることもあるんですけど、そんなにガッと捕まってこうわーみたいな感じになるわけではなくて、できるだけ当たらないところに隠れるので、なくても大丈夫です。あっていつも使い慣れてて、もうこれがあった方が楽だからっていうことであれば持ってきていただいて使っていただくのは全然大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、はい、チャットの方は質問は、うちのスタッフがお答えしているから大丈夫かな。何月がベストですかっていうのが、まあ、あるみたいですけれどもでも人によるかもしれないですね。好みも。そうですね、好みもありますからね。はい、チェックダイブでハンマー泣くわって入れてもらってますけどぜひね、チェックダイブでもすごい、チェックダイブからすごいのを見れるように。いや、チェックダイブが一番良かったりするんですよ。あー、イルカもあれぐらい見えるんですね。うん、イルカとマンタと奥にハンマーみたいな。はい、そうなんですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次ちょっと進みまして、はい、次はこのソコロ諸島に行くクルーズ船の方なんですけれども、ラパスの方もね、夏ラパスの方を回ってるバレンティーナ号、こちら冬はソコロの方に行く形になってます。はい、長さが38メーターですね。で、横幅12メートル、ゲスト定員20名の10キャビンという形になってて、日本人ガイドが、乗船させていただいて、全キャビン、トイレシャワー付きという形になっております。で、キャビンの方の簡単にご説明できればと思うんですけれども、左上の方から、これ上からなんですけれども、3デッキ、アッパーデッキ、右の方行きまして、メインデッキ、ロアデッキという形になっております。はい。で、アッパーデッキ、こちら2階部分になるんですけれども、アッパーデッキには、ダイニングエリアと後方の、デッキチェアエリアというのがありますね。で、メインデッキ、これ1階部分になるんですけれども、こちら皆様が泊まっていただくキャビンの方と、ダイビングエリアが、ある形になっております。はい。で、こちら、ダイニングエリアの写真なんですけれども、皆様お食事していただいたり、まあ、くつろいでいただくところという形になってまして、一応ね、これ別の角度から撮った写真なんですけれども、ソファーエリアもありまして、この前にはね、大型のテレビとかがついておりますので、撮った写真とか、動画っていうのをその場で見ていただくっていうことができるようになっております。しゃべろうさん、ここで結構皆さん、自分たちで撮った写真撮ってる、見たりされてる方多いですか？あ、結構多いんですね。ダイビング終わってから、あとディナー終わってから、もうみんなその写真を見たい。あと帰りの時も、みんなシェア写真いっぱいするだし、うん、でも、まあみんな大体それぐらいするんですね。シェア写真とか、
なんか一番綺麗なビデオとか見て、それぐらい、うんうん、はい、ありがとうございます、はいはい、でこちら後方の、デッキチェアエリアということで、まあね、水面休息の時間とか、夕日とかね見ながらここでくつろいでる方が、まあ、結構多いエリアという形になりますね、はい、でこちらバレンティーナのお食事の方なんですけれども、一応バレンティーナ、通常お食事の方は、朝と昼がビュッフェで夜がまあ、プレートっていう形でご提供させていただいてるんですけれども、まあ、コロナ対策の一環として、まあ、毎食プレートという形で、提供させていただくことになっております。で、お食事、まあ、日本のお客様がいらっしゃるときももちろんそうなんですけれども、まあ、ラーメンだったりとかおかゆとか、まあ、そういったものも出しているので、皆さんおいしいって言っていただけてるので、楽しんでいただけるかと思います。はい、お部屋の方なんですけれども、こちらデラックスバンク、一番多いお部屋になりまして7部屋ありますね、全室2段ベッドという形になってて、ここにまあバストイレがついている形になります。はい、次こちらバレンティーナダブルというお部屋になりまして、こちら1部屋だけですね、ダブルベッドがあるお部屋になるので、まあ、カップルの方とか、ご夫婦の方っていうのにお勧めさせていただいているお部屋です。で最後、こちらデラックスダブル、選手にある2部屋になるんですけれども、こちらだけ、ダブルベッドとシングルベッドがちょっと離れて配置されているお部屋という形になります。でお部屋のアメニティなんですけれども、タールは、お部屋に、バスタールが1枚とフェイスタールが1枚ですね用意されてまして、基本的には、まあ、毎日交換という形になってます。天候で多少、まあ、左右される場合もあるんですけれども、基本毎日という形になります。で、ダイビングタールの方は別途用意、1日1枚用意させていただいてますので、まあ、十分に豊富に用意しているという形になります。で、シャワールームの方なんですけれども、シャンプーと、ボディーソープですね、一体になったものっていうのを用意しておりますので、そちらをご利用いただく形になっております。はい、で最後、ダイブデッキの方なんですけれども、ダイブデッキの方静子さんの方から、そしたら、まあ、使い方だったりとかっていうのをご説明いただければと思います。はい、今ねこのお写真写ってる場所なんですけど、これがあのダイブデッキのど真ん中にこうドーンと大きいカメラテーブルがありまして、こんな感じでですねカメラ自由に置いていただいて、で本当にこんなタラバガニみたいなすごい大きなカメラとかでもかなり広々あのスペースを使ってセットアップだったりとか、あと中出してもらったりとか、でここに写真に写ってるこういうエアガンとかもあるので、空気飛ばしてとかっていうのもここでしていただけるんじゃないかなと思います。でも基本的にはもうここに置きっぱなしにしてもらって全然大丈夫です。でこちらが、ダイブデッキのこれ左側になるんですけど、基本的にお一人につきタンク2つ分のスペースになります。でナイトロックスとエアがこう交互に置いてある形なんですけど、なんであのナイトロックスに関してはいつ言っていただいてもあのすぐお出しできるようになってます。でビッグタンク、エアのビッグタンクの置いてある数っていうのが限られてるので、もしかしたらエア早くなくなっちゃうかもしれないなって不安がある方は前もって言っておいてもらった方が確実にお渡しできるかなと思います。で、はい、洗ったウェットスーツはこんな感じでかけていただいて、でこうテーブル、あ、椅子の下にあるこの青いボックス、あの今フィンがたくさん入ってると思うんですけど、このボックスはお一人につき一人ずつあの使っていただくことができますので、自分の荷物をここに全部入れてもらってっていう感じで行くようになります。で、流れとしてはまずここにまあ時間に集まっていただいて、先ほどのカメラテーブルがあった場所で、私たちのでマップを書きますので、そこでこうブリーフィングを毎回、していきます。こういう注意点がありますよとか、こんな場所ですよという説明をさせていただいて、で全部終わったらここから機材を背負って、BC もウェイトも全部つけた状態で、マスクは顔のこの首のところにつけてもらうっていう状態まで作ってもらって、でここからリンギー、あのゴムボートですかねに乗って、ダイブサイトまで向かっていきます。でそのディンギーへの乗り降りだったりとかが、ちょっと腰が痛いかもとか、ちょっと膝が悪くてとかっていうことがあれば、あの言っていただければ、あの機材をこちらで運んで、ディンギーの上で機材しょったりとかすることもできるので、あのご遠慮なく言ってください。
で、ダイビングのサイトまではだいたい1分からまあ5分ぐらいの時間、すごい短い距離です。で、場所に着いたらもうすぐにエントリーをして、ダイビングをしていきます。で、終わったらまたリンギーにピックアップをしてもらうんですが、どんなに体力に自信がある力持ちの方でも必ず安全面のために機材は全て下ろしていただいてます。BCD もウェイトもカメラも全部私たちに渡していただいて、全部リンギーの上に上げていきますので、皆さんは身一つで上がってもらうっていう形になります。で、母船に戻る時も、後の機材も全部私たちので運ぶので、もう手ぶらで上がってきてください。はい、ありがとうございます。はい。わかりやすいね、ロレンソのワットスーツ。ロレンソのウェットスーツ。うん、ロレンソでかい。はい。で、バレンティーナ号の、コロナ対策の方なんですけれども、一応いろいろな対策をさせていただいております。艦内の、管理ということで、まあ、頻繁に触れるところの消毒だったりとか、共用スペースに、アルコール、ハンドソープを配置したり、あとは換気とかですね、清掃っていうのをそこら辺を徹底していると。で、お食事の方に関しましても、まあ、ビュッフェではなく、個別プレートの切り替えだったりとか、スタッフの方は、まあ、手袋と、マスク着用させていただくと、食器類の湯洗浄など。で、さらに、ソーシャルディスタンスっていうところでは、20名最大に乗るところを12名様までにさせていただいたり、共用のトイレの利用を停止という形にさせてもらってます。で、こちらの、まあ、対策なんですけれども、クラブアズールの、まあ、ホームページの方にも、詳しく載っておりますので、まあ、そちらの方も一緒に合わせてご確認いただければと思います。はい。で、ファンアズールの方から、まあ、お客様へのお願いというところで、こちらね、もう、こう結構知れ渡るところになっていることだと思うんですけれども、まあ、マスクの着用だったり、こまめな手洗いだったりとか、まあ、清潔にしてくださいと。あと、まあ、自分のものは自分で、使っていただいて、他人のものは使わないとか、まあ、そういった基本的なことを、まあ、守っていただいて、まあ、船のスタッフの方もお客様も、距離をある程度保った中で、ダイビングをしっかり楽しみましょうという形になっておりますので、ご協力いただければと思います。はい。はい。で、このソコロ諸島への行き方、まあ、メキシコなんですけれども、成田からメキシコまでは、メキシコシティまで12時間45分ですね。直行便の方がアエロメヒコ航空というのが飛んでおります。で、そこから、国内線で、サンホセデルカボ空港というところまで約2時間20分という形になっております。はい。で、空港から港までは約30分ぐらいで到着するようになっております。はい。で、成田メキシコシティ間なんですけれども、今機体の方をね、ボーイング787のドリームライナーっていうのを、使っておりますので、13時間という長い、空の旅になるんですけれども、まあ、皆様快適にお過ごしいただけるかと思っております。また、アエロメヒコ航空、JAL とコードシェア便もしておりますので、まあ、地方の方々も、乗り継ぎなどは、とてもスムーズに行けるかと思っております。はい。で、就航なんですけれども、成田メキシコシティ間は、毎日就航してるんですけれども、現在ですね、まあ、コロナの影響もありまして、7月いっぱいまでは、運休という形になっております。はい。で、アエロメヒコ航空のお荷物の方なんですけれども、23キロ ×2 個まで預け入れ可能となってまして、持ち込みの方は10キロを1個持ち込むことができます。で、荷物の方なんですけれども、メキシコシティで乗り換えの際も、スルーで、行くことになりますので、まあ、乗り継ぎも楽々という形で、ターミナル1階から2階に移るだけという簡単な乗り継ぎになっております。はい。でね、皆さん気になるところで、この頃ニュースにもなってるんですけれども、アエロメヒコ航空の方が、アメリカの方で、チャプター11っていうのを適用した、まあ、適用申請したっていうことで、日本の民事再生法に当たるものなんですけれども、このチャプター11に関しては、基本的に、まあ、経営を、まあ、継続して、やっていくっていうことを、まあ、前提の手続きになりますので、まあ、路線だったりとか、
の運行は、継続されますので、あのご安心いただければと思います。はい、はい、でこちらアエロメヒコ航空の、まあ、コロナの方の対策なんですけれども、マスクの着用だったりとか、まあ、衛生管理と、あとスタッフの方の、手袋マスクの着用とかっていうのがいろいろあります。で、ちょっと2分ぐらいなんですけれども、アエロメヒコ航空の方で出している、ビデオがありますので、ご覧いただければと思います。すいません、英語のやつではあるんですけれども、地上スタッフもみんな防護服着てね、やってるんですね。すごいですね。はい。ちょっと下にあれいっぱいいたらびっくりしたかもしれないですけども。すごいですね。ピカピカですね。飛行機の換気システムの説明ですかね。はい、こんな感じで一応航空会社の方もいろいろ対策をして、まあ、クルーズ船でももちろん対策をして、お客様の方にも対策していただいて、楽しんでいただくという形で、やっていければなと思っております。はい、ソコロ諸島の、基本的なスケジュールなんですけれども、日本からだと、12日間ですね。でダイビング本数は18本から20本、1日目に成田出発して、その日の夕方ですね、乗船という形になります。2日目、まるまる30時間強の移動になりますので、2日目は移動日となりまして、3日目から8日目ですね、だいたい一つの島で、2日ぐらい潜る形ということになっておりますね。はい、で9日目、また移動日で10日目に下船していただいて、12日目にの朝ですね、6時45分に成田到着という形になっております。金額の方なんですけれども、まあ、おおよそ、2019年ベースですと、47万8千円から59万2千円ぐらいという形になっております。はい、じゃあ先にで、一応ソコロの、ご説明以上という形になるんですけれども、チャベロの方からね、あの日本のお客様の方に、よかったら一言いただいて、あとメキシコのちょっと今状況っていうのも少しだけ聞ければなと思うんですけれども、お願いします。状況説明、どんな生活してるかとか。メキシコ？メキシコ。今チャベロがどうしてるかですか？チャベロが今、うん、あのどういった生活してるとか。ヤギを飼ってる。ヤギに置いてる。うん。とか、今、お店開いてる状況とか。今、まだ島は空いてないけど、今あの船の掃除とか、ヤギも殺してるし、ファームの仕事をしてるだし、
まあでも、お店の仕事もたまにやるんだけどね。船がやっぱり、メンテナンスがちょっと大変だけど、あんまり動いてないのに、壊れてるものがだんだん出てくる。そう、それぐらいやってます。合ってないとね。うん、はい。はい。ありがとうございます。なんか日本のお客さんにありますか、メッセージは。日本のお客さん、今、メキシコのガバメントはね、まあ、バハカリフォルニアのガバメントすごい頑張ってるんです。そのコロナの問題でね、ちょっと増えたり下がったりなってるんだけど、厳しいになってるんで、今厳しいモード。レベル、まあ、なんか信号の色を使ってるの、ここで、青、オレンジと赤。今、オレンジになってます。オレンジが、オレンジ色になってる時は、お店も開いてるし、あとレストランも開いてるし、まあ、でも、リミットがあるんだけど、何人が入れるとか、うん。それが、今、海岸通りをもう閉まってるんだけど、まあ、でも、自転車乗る人とか、車をも取れるんだけど、集まるところがクローズ。クローズ、はい、はい、まあでも、外国人が来るためにはもうすごい頑張ってます、ここは。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ頑張ってるということで、早く、まあ、メキシコに皆さん行けるようになることを、まあ、祈って、頑張りましょうという感じですかね。はい、そうです。はい、ありがとうございます。はい、はい。で、すいません。うちのクラバーズールの方での、ちょっと宣伝になるんですけれども、今、ダイブインジャパンということで、日本のダイビングの方を、ご紹介させてもらってます。で、もうすぐなんですけれども、7月の17から22の間ですね、三小本の方、回遊者さんの方なんですけれども、今いますけど、森本の方が、現地に行きまして、皆様のと一緒に、まあ、ダイビングさせていただく、プランがございますの で、こちらでご予約いただくと、一応割引が入りまして、2ボート1万8500円のところが1万7000円、3ボートだと2万7500円が2万5500円っていう形でお得になりますので、ぜひまだ結構いろんなお客様がご予約いただいてるんですけれども、後半の方ですね、まだ、余裕あるみたいですので、行きたいっていう方いたら、ご連絡いただければと思います。もちろん、宿泊の方の、手配も可能でございます。はい。はい。次、次回なんですけれども、次の木曜日、16日ですね、本田寺20時から、オーストラリアのグレートバリアリーフの方を、予定しております。ゲストの方が佐藤拓馬さんっていうことで、シルちゃんもね、オーストラリアにもともといたかと思うんですけれども。はい、はい、拓馬さん、お世話になりました。そうなんですね。まあ、スピリット・オブ・フリーダムでね、ガイドしていただいてて、日本人初のマスターリーフガイドに認定されてる方っていうことですので、いろんな、ね、グレートバリアリーフ、やっぱりサンゴがすごいので、いろんなお話聞けるかと思いますので、ぜひお時間あればご参加いただければと思います。で、その後、7月30日、バハマクルーズの方も予定しておりまして、プロカメラマンさん、の方と、うちの青木の方でご説明させていただく予定ですので、よろしくお願いいたします。はい、はい、以上になるんですけれども、今チャットの方で、記載があったかと思うんですけれども、ぜひね、アンケートの方に、答えていただきまして、そうしますと、ミックさんで使える1000円分のクーポン皆様にお配りしておりますので、ぜひご協力いただければと思います。この後、多分メールの方も行く形になりますので、そちらの方で回答いただければと思います。よろしくお願いいたします。